こう引き出しをこう開けて上から見た時にここ赤色ですからね、赤が一つしかないともうカビキラーで間違いないと。こんにちは、茂木和也です。皆さん、お風呂の黒カビを落とすならカビキラー派でしょうか、それとも強力カビハイター派でしょうかと、以前動画のコメント欄でご意見を募集させていただいておりましたが、たくさんの方からコメントをいただくことができました。コメントをくださった皆様ありがとうございました。ということで今回はそのいただいたコメントをですね、皆様にもご紹介をしていきたいなというふうに思っているんですけれども、その前にですね、合わせてコミュニティ欄でアンケートも取っておりました。そのアンケートの結果からですね、ご紹介をしたいと思うんですけれども、まずはアンケートの投票数ですけれども2385票いただきました。それで強力カビハイターが 56%、 カビキラーが 44% ということで、私の YouTube チャンネルをご覧の皆様についてはカビキラーよりも強力カビハイターを使っている方の方がですね 12% ほど多い割合という結果となりました。では次の方で最後とさせていただきます。カビキラーを使っています。使い比べた感じは差は感じなかったので持ち手の色でカビキラーを使うようになりました。洗面台の引き出しに色々な洗剤を入れていますが、パッケージが青色が多く紛らわしいです。カビキラーは赤色で一目でわかるので愛用しています、ということですけれども、初めて今回読み上げた方の中でカビキラー派ということで、洗浄力については差は感じられなかったということみたいなんですけれども、このトリガーの色でカビキラーにしているということみたいですけれども、それも洗剤を選ぶ際には結構重要なポイントですよね。ましてやこの塩素系洗浄剤については、ここに混ぜるな危険と書かれてますからね、間違って使ってしまうというとですね、大きな事故にもつながってしまう可能性がありますから、こう引き出しをこう開けて上から見た時にここ赤色ですからね、赤が一つしかないともうカビキラーで間違いないということになりますから、さっと選べて、そういった点ではいいですよね。はい、ということで、まだご紹介しきれていないコメントもございますが、申し訳ございませんが今回はここまでとさせていただきます。いかがでしたでしょうか。やっぱり強力カビハイターをお使いの方の方が今回ご紹介した方の中では多かったですよね。一人だけカビキラーを使っているということでしたけれども、選んでいる理由はここのトリガーが赤色で他の洗剤と区別しやすいという理由でしたよね。それでその一番気になっていたどっちが効きがいいのかというところについては、大体同じぐらいなのかなということみたいですよね。やはりもう鮮度の方が洗浄力については影響が大きいのかなという感じはしますよね。だからやっぱりですね、選ぶポイントとすれば泡の密着力っていうのがまず一つありますよね。あともう一つあるとすれば、やっぱり こっちの方がもしかしたら重要だと思いますけれども、価格ですよね。もちろん安い方がいいですからね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。